皆さんこんにちは、橋本康弘です。今日はですね、夕まずめ狙ってね、お昼ゆっくり出てきました。今回ですね、愛知県田原市にあります田原サーフにやってきました。季節は10月の頭、これから秋から冬ね、秋シーズン、サーフシーズン本番になってきます。ヒラメマゴチはもちろん、シーバスやね、アーモンドも回ってくるシーズンですので、これからね楽しみです。今回ですね、こういったタイドミノスプラット、今回これらをメインにしてサーフのターゲット狙っていきます。それでは早速行ってきます。まあなかなかこうね、県外またぐね移動ができなかったですからね、しばらく久しぶりに来てます田原に。はい、ちょっと波っ気がねある、なのでメタルジグ系から行きます。ただ干潮なんで借り物フリッパー Z24g 行きます。今日はね、10.5 フィートの、ね、サーフロッドですね。それに4000番ハイギアのスプリングリール、1回転101センチです。ラインが P の1号、リーダーがフロロカーボンの5号です。大体僕はこう1号、ね、P を扱ってます。で、まあ、秋冬ちょっと大型のルアーであったり重たいルアーを使うことが増える秋冬は 1.2 もしくは、ね、1.5 を使うこともありますね。まあ、大体はこう1号で1年通してね、は使っております。ちょっとこう潮位が下がってきたらタイドミノスプラットもありですね。はい、パールシャット3インチです。ヘッドはね 21g、まあ、波が結構高いんで飛距離が出て底閉じがしやすい、コンパクトになってるんで飛距離がねよく出ますね。あと沈みが速い、あとはねこうクイックな早めのね動きのアクション、これの適応性も上がってます。あと早巻きとかもねいいですね。今まで結構ね微調化、まあ、ヒラメをサーフだからね、まあ、大型の魚が多いってことで結構大きいルアー多かったんですけど、いよいよこういうちっちゃいのもね出てきました。まあ、例えば今みたいにねこう日が高い時やっぱりこうルアーサイズが大きいとなかなか口使わない、もしくはベイトが小さい時、ね、そういった時にも適応しますんで、まあ、ボックスに忍ばしておくといいと思います。はい、フリッパー32ビーチゴロいきます。この辺はねちょっと水が綺麗です。おそらくいい感じに塩が入ってると思うんでこの辺やってみましょう。水も綺麗で沖の方はねこう背の切れ目があるんで地形の変化もあるし水の色もいいしいい感じに見えます。いやいいねこの色、タイドミノスプラットです。140、まだ2時半ですね。あとまだ2時間
量は。おお、見て、ほら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 、見て、なんだろう、え、食わない食わない、はい、ドミノスプラット140です。あ、もうですね、よし、このナビでおいで、よいしょ、はい、やったー、釣れたスプラット、はい、釣れました。ワカシですね。さっきね、ちょうどナブラがちょっとあったんですよ。あ、そこでね、ルアーをタイドミノスプラット 140SF にね、チェンジしてジャーキングしていたところ、ガツンときました。いや、気持ちよかったですね。今日はね、こうちょっと波が高い、まあ、荒れ気味なので、あ、しけてると言っていいのかな、底物は厳しい感じもしますが、ちょっと青物でね、数伸ばしていきたいなと思います。嬉しいですね、やりました。今回使用しているルアーをご紹介させてください。今回はね、この2つ使用しました。まず1つ目、タイドミノースプラット 120SF になります。 SF はですね、スローフローティングの、ね、意味になります。タイドミノーのね、新しいモデルになっております。ランスというのがね、北海道限定モデルと出ておりましたが、いよいよね、お待たせしました、スプラットがね、発売となりました。120cm でウェイトは 19g になります。まあ、大体 50cm から、ね、1.5m ぐらいまでね、レンジが入ります。フックはね、5番が3つついております。まあ、大体ですね、こうリバーシーバス、ね、河川のシーバスはもちろんですが、今回のような、ね、サーフにおいてもね、非常に使いやすいモデルになっております。そしてね、そのサイズアップ、タイドミノスプラット 140SF です。こちらね、14cm24.5g になります。フックはですね、4番がね、3つついております。なので、ランカーシーバス、大型の青物、ね、もしくは、大型のヒラメ、マダイ、そういったものもね、十分パワー的に渡り合えるものになっております。レンジはですね、まあ、大体 60cm から 1.8m ぐらいまでね、潜ります。こちらもですね、ただ巻きはもちろん、ジャーク、トゥイッチ、そういったね、使い方にも対応しています。120に比べましてね、大場所の、ね、使用に向いていると思います。例えば磯であったり、オキテイボーのジャーキング、もしくは、ね、今回のようにサーフ、あ、もちろんヒラメもいいですし、青物、ね、サーフシーバスにも、十分対応しています。まずね、これ投げていただいてびっくりすると思います。よく飛びます。飛距離がまず抜群。そしてですね、飛距離はこれはね、もちろんなんですが、飛行姿勢がね、とっても綺麗、綺麗な姿勢にね、飛んでいきます。なので、横風、向かい風といったね、状況下の中でも安定した飛距離で遠くのスポットをね、正確に打っていくことが可能となっております。120、140ともにですね、スローリトリーブ、高速リトリーブ対応しておりまして、ジャーキング、トゥイッチ、ロッドワークにね、対応しています。ぜひこのタイドミノスプラット、こちら2つお試しください。左の方がね、水が濁り気味で、この辺はね、水きれいなんですよね、唯一。青物って意外とこう濁ってるところよりかはきれいな水のところの方がいいんで、この辺りでね、もうちょっと頑張ってみたいと思います。今ね、季節は10月の頭なんですよね。で、まあ、季節の変わり目でもあって、まだこう夏の雰囲気をね、引きずってるタイミングです。なんでこう意外とこう超過に関してはですね、まだムラがあります、結構ね。まあ、ただ今これが放送される11月とか12月になってくれますとですね、もう水温もどんどん落ちてますんでね、こう魚の接岸っていうのもね、安定してくると思います。スプラット140から120に変えてみます。
前髪のスプラット 120SF ソリッドピンク。ほらほら、おー飛んでるね。よっしゃ、よし、サイズダウン成功でしたね。お、なんだ、なになに、ダブル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 来た一気に来ました。はい、釣れました。ショゴダブルヒットですね。タイデミのスプラット 120SF に変えたらね、すぐヒットしましたね。ジャーキングでした。やっぱね、こう水をきれいなところ探しているのがね、正解だったかと思います。1個のルアー2匹ダブルヒットです。やりました、ショゴ、嬉しいです。はい、お疲れ様でした。お昼からね、夕まずめにかけて愛知県田原市、田原サーフ、攻略していきました。まあ、今日はね、残念ながらね、海峡があまりよろしくなくてですね、ブラックフィッシュはちょっと難しかったです。まあ、ただね、このタイドミノスプラット140と 120SF、ね、こちらのジャーキングもしくはトゥイッチでね、青物をヒットすることができました。まあ、なかなかね、こうメタルジグで、青物を釣るっていうイメージが強いんですけれども、こういったミノをね使った青物サーフィッシング、とっても面白いゲームだなと、感じました。ぜひね、このタイドミノスプラット、まあ、シーバスはもちろんですね、こうサーフのターゲットにもぜひぜひお試しください。ではね、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。